はい、湘南の慢性腰痛専門整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、慢性腰痛でお悩みのあなたにですね、慢性腰痛改善のためのヒントだったりアイデアをですね、お伝えできればと思います。はい、本日はですね、産後の腰痛は骨盤だけ見逃してはいけないもう一つの原因についてお話しさせていただければと思います。はい、前回の動画でですね、エクササイズの方法とかストレッチの方法っていうところをお伝えしてですね、その前は産後の腰痛の原因だったりとかっていうところをこう結構何回かに分けてお伝えしていきました。で、そこでですね、私としてはこう締めたつもりではいたんですけども、それについて結構ですね、質問をいただくことがですね、あったんですね。それに対して例えば産後の育児による痛みのこととかですね、いろいろ質問を受けました。で、それでですね、やっぱり私もちょっと伝え足りなかったところがあったのでですね、はい、もう少し産後の腰痛シリーズ、はい、続きます。あと今回とですね、あともう一個くらいで終わろうかなっていうふうには思っています。はい、で、ここでですね、一つやっぱり伝え忘れていたことがあるんですね。産後の腰痛の原因って皆さん骨盤だと思われているんですね。確かに骨盤が原因で腰痛起こりやすいです。でもですね、見逃してはいけないもう一つの原因、これを見逃してしまうとですね、その時はよくっても痛みがすぐ戻ってきてしまったりとか、あとはですね、骨盤だけと決めつけてしまうと、その人によってですね、原因が実はもう一つですね、大きな原因があるんですね。それを見逃してはいけないので、これはですね、ぜひですね、産後の腰痛じゃなくても普通の腰痛の方もですね、なり得ることになりますので、特に慢性化した腰痛の方はですね、必見の内容になりますので、しっかり見ていただければと思います。はい、で、産後の腰痛の原因の見逃してはいけないもう一つっていうのは、もうですね、これは答えから言うと、で、字を間違えたんですけども、はい、肩甲骨ですね。はい、肩甲骨、特にですね、産後の腰痛の原因になるところが肩甲骨になるんですね。普通の腰痛も肩甲骨の原因である腰痛多いんですけども、特に産後の方、お母さんですよね。お母さんは結局ですね、抱っこしますよね。赤ちゃん抱っこするじゃないですか。抱っこするっていうことは、こう抱っこしますよね。抱っこすると、要は肩甲骨がですね、こう外に流れるような形になりますよね。かつ腰をこう乗せるような、腰をぐっとねじりながらこう肩を巻くような形になりますよね。左で抱っこする場合はこういうふうに腰に乗せて肩を巻き込むような、はい、それによってですね、肩が巻き込まれた状態になってしまうんですね。で、抱っこしてるときはこういう風になりますけども、それによって確かにここの腰って引っ張られたりとかして痛くなります。かつ、肩が前に出てる状態でいると、肩甲骨がこの状態で要は固定されてしまうんですね。そうすることによって、肩が前に出ると、抱っこしてないときは何が起こるかっていうと、肩が前に出て骨盤がここ前に出るっていうのは、ちょっと見えづらいですかね。肩が前に出て骨盤が前に出ると体はこう倒れてしまいますから、肩が前に出てる人は何が起こるかっていうと、骨盤をこうやって引くようになるんです。引くようになる、はい、右で抱っこすると肩をこう出すってことは骨盤は引くようになる。なので、こういうような姿勢の癖があると骨盤を引くようになるんですね。骨盤を引くようになると、次はお尻の筋肉が緊張してきます。お尻の筋肉が緊張してくると、腰の痛み、ここの引っ張られた痛みっていうのができてしまいますし、かつお尻が引かれると股関節の動きが悪くなっちゃうので、伸ばした時に、私もこうするとちょっと嫌なんですけど、股関節がこう入ってくれれば伸ばした時痛くないんですけど、こういうふうに腰が引けてるような人っていうのは、こう伸ばした時グキグキっと骨がぶつかるような、関節がぶつかるようなですね、痛みが出てしまうんですね。はい、前にかがんだときは伸ばされた突っ張るような痛みが出たりとか、ひねったときとか伸ばしたときにグキグキっと当たるような痛みが出てしまうんですね。それの原因って骨盤が後ろに行ったことが直接的な原因かもしれないですけども、その元のそのまた原因っていうのは、
肩甲骨が前に出てることじゃないですか。なので抱っことか要は授乳したりとかすることによって体丸くしますよね。そうすると肩甲骨が寄ってくるわけです。そこでこういうところが固まってきます、こういう癖があると。なのでそうすると肩甲骨を元に戻そうとしても戻らなくなるわけですね、硬くなることによって。なので肩甲骨の1以上、肩甲骨の位置が悪くなることによって腰が痛くなってしまうんですね。肩甲骨骨盤っていう連鎖が、運動連鎖っていうんですけども、連鎖っていうのができてしまって腰の痛みにつながってしまうんですね。はい。なのでまあ肩甲骨が外に出ることによってもちろん肩こりも出るの分かりますよね。こういうふうに筋肉がついてるわけです、こうやって。なので肩甲骨がこうなればここ引っ張られていくじゃないですか。引っ張られていくわけですから肩も凝ってきますよね。で肩が凝ってきてここについてる筋肉を揉めば良くなるんですかっていうふうによく質問しますけど、良くなるわけがないですよね。肩甲骨がこう流れてきてここが痛くなってるわけですから、この肩甲骨を元に戻さなくちゃいけないわけです。なのでこう縮んでる、こういった筋肉とか脇の下の筋肉が硬くなるとこうなってきますから、こういうところの硬さを取ってあげなきゃいけないんですね。固まってしまっているわけですから、この状態で、はい。まあ、そうなるとちょっと話はそれますけど、やっぱり母乳の出も悪くなったりしますよね。ここが硬くなることによって血行が悪くなるので、なのでこういったところを柔らかくすることによって肩甲骨の位置を元に戻していきます。そうすることによって骨盤がこうなって後ろに出てるのが、肩甲骨の位置を戻すことによっていい運動連鎖、いい連鎖が生まれて骨盤の位置が戻っていきますよね、はい。そういったところで産後の腰痛のですね、もう一つの原因、要は慢性化させてる原因です。肩甲骨が硬いことによって骨盤周りをほぐしたとしても痛みがすぐに戻ってしまうんですね。なんでかというと肩甲骨がここにいるからまた骨盤戻っちゃうからです、はい。といったところで特に慢性化している産後の腰痛っていうのは肩甲骨を見ていく必要があります、はい。もちろん肩こりとか頭痛がある方も肩甲骨を見ていく必要があるんですね、はい。今日のですね、動画の内容をまとめると、まあ、産後の腰痛のですね、原因っていうのは骨盤だけじゃありませんよ。特に慢性化しているものはこの肩甲骨を見ていく必要がありますということをお話しさせていただきます。それを治すためには肩甲骨を悪い位置にしているやつを柔らかくしてあげて元に戻す。それによって母乳の出も良くなっていきますよね、はい。もしご質問等あれば下にホームページのリンクを貼っておきますので、ぜひご質問ください。またですね、次回以降もですね、次回も産後の腰痛シリーズもう一つ ありますので、それに対しての、そうだ、これに対してのこの硬くなってるものに対しての治療をお渡ししていきますけど、ご自身でもですね、できるストレッチ方法っていうところを紹介しようと思っていますので、次回の動画もぜひお見逃しないようにしてください。YouTube チャンネル登録ぜひしていただいてですね、はい、お見逃しないようにしていただければと思います。パソコンでご覧になっている方はこの辺に私の顔ありますので、そちらからチャンネル登録してください。はい、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。